ってた以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。この機会を逃したらあかんで。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。おう、じゃあ気をつけていけよ。絶対に捕まらないよ。おう、あんたらもな。きれいにします。断罪のクオパー。でっかい扉だ。開けるにはあの勾玉の形をしたものを集める必要があるみたいだな。任せてください。正々堂々勝負せよ。消えるんだ。戦場のお掃除の時間です。承知しうれんか。足りなかったか。この壁、なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。こいつら、なんだか強化されてるみたいだ。この力の源は、あそこの鎧と関係してるんじゃないか。仕掛けるぞ。さあ、中は。やっ。体力を合わせ願いたい。ものども続け。きれいにしませんと。断罪の名に。話が通じないなら早く冷静堂々勝負せよ。メイドの礼儀に気をつけます。夜の幻の重さは安心。負けだ。はあ、ふっとふっ。料理の時間だよ。活躍せよ。勝負。はあ、アツアツでしょ。拙者を恐れてるのか。せ足りなかったか。あの勾玉
参る。正々堂々勝負せよ。拙者を恐れてるのか。勝負。正々堂々勝負せよ。姿を。風と共に去れ。風神、師匠の技を喰らいなさい。黒き翼よ、戦場のお掃除の時間です。えっ、やっ、ふっ、はっ、任せてください。執念が足りなかったか。えっ、やっ、風を伏せよ。負けだ。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか。ふん、東国だけで済むと思うなよ。ちくしょう、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、よいみや、お前いつの間に。もう見てられ。正勝先生に何かあったら、うちらがここに来た意味は。お前たち何をしている。九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あいつは誰だ。九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。
もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや、焦って行動しない方が。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。あそこで何か爆発したぞ。まさか花火？見に行くぞ。はあ、花火って注意を引くにはもってこいだな。少し派手すぎる気もするけど。花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や。こいつはうちの自信作なんやから。うわ。おい、よいみや、お前監獄で花火大会でもやるつもりか。うちも職人やさかい、無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。よいみや、よいみやか。正勝先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ、もしあいつらが戻ってきたら。今回だけだ。重傷を負っている、連れて行って治療してやれ。だが、治療が終わり次第、必ずもう一度捕まえる。次は、そう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。あの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ。医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れていく。祝うのはまた今度や。わかったから早く行け。オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条サラってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするためにオイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせを綾香たちに教えよう。